はい、こんにちは。日本改革党楠澤です。生ハゲの息子と姉様、太郎に勝代様、元文様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に、させていただきたいと思います。5月4日夕方、都内でメール党員限定懇親会を開催いたします。詳細はメールご覧ください。ご応募よろしくお願いいたします。音竹候補46秒、飯山あかり候補15秒、しかも映像なしの冷遇報道で有志が NHK に抗議、山ほど。 NHK の回答がこちら。政党政治集団の取り扱いは公選法に基づき NHK が自主的に決めている。この方針に基づき飯山氏について経歴と訴えを顔写真とともに放送しました。割とちゃんと答えているが内容がひどいですね。内容がひどい。結局はまあ冷遇したけどそれがどうしたみたいな、俺らが決めてんだみたいな、文句言うなつべこい、いうようなことを堂々と丁寧な言葉で言ってるなぁ、世論です。つまり我々のさじ加減一つと言ってるわけだな。我々に不都合な候補は粗末に扱いますと NHK の医師として冷遇したと認めたわけね。スポンサーである国民が差別と言ってるのに改めない気か。 NHK の考えで放送の中立公平を歪めてると。政党差別をやめろ。番組内容への伝達は実は残念ながら効果がほとんどないであります。他のテレビ局はあるんですけど NHK は残念ながらほとんどない。電話相談窓口のですね視聴者総局っていうところがやってるんですけど、番組作ってる放送総局は別会社と言っていいぐらい交流がありません。人と情報の行き来がありません。使ってるシステムが全然違うんですけど、それでも長年放置されてきたぐらいですね、人と情報の行き来がないです。別会社と言っても過言ではないぐらい。前田会長時代にですねこれはいかんということで、両局間の人のやり取りが始まったんですけど、それも10人程度で焼け石に水であります。番組内容への伝達は窓口の視聴者総局が握りつぶしておってですね、番組制作現場には一切届かないのが現実であります。なのでこの飯山さんの個別の案件、冷遇報道の言い訳引き出したのはあっぱれ。どうやったんだろうな一体。回答内容は俺らが決めてんだよつべこべ言うなっていうひどいものだったが、個別にですね回答引き出したのはあっぱれ。これ文章で回答してんで、文章で、あれしたのかな、抗議したのかな。自民党公明党が作った法で守られて黙っていても金が入ってくる NHK は絶対に態度改めません。事情できません。それは1万人にデモやられても改めなかったフジテレビと同じ。テレビ捨てて NHK 解約しましょう。その数多いほど NHK 弱りますんでね。テレビ捨てても全然困んないのはですね、テレビ内歴、数十年じゃない十数年の私が保証いたします。食堂なんかでテレビ見る機会があるが、突然のですね韓国ぶっ込みや中国推しでイライラするしね。NHK 以外のテレビ局には伝達が効きますんで、皆様ふるって伝達しましょう。気に入らないことがあったら。TBS はですね、飯山あかりさんだけ紹介しなくて伝達されて謝罪したってね。自分の再エネタスクフォースが中国国営電力会社の資料を使っていたことについて、河野太郎デジタル大臣、私は中国国家電網公使とは何の関係もないと国会で答弁いたしました。じゃあなんで私のですね河野一族中京の犬っていうのをスルーできずに訴えた。無関係、全くの無関係だったら笑ってスルーできたんじゃねえの。なんで訴えたんだ。世論です。そりゃ関係あるぴょんとは言わんわな。誰も信じないって。外堀埋まって身動き取れなくなってきたか。目つきで嘘つきは目つきでバレるよ。そりゃスパイが自分はスパイとは言わないだろ。はいそうですかって納得すると思ってんのか。わかりやすい売国度だよな。潔白ならスパイ防止法を推進してくれ。嘘つきは人相に出るんだ。証人喚問でもそれ言えるのか。証人喚問で嘘つくと罪に問われますんで、記憶にございませんで逃げるっていうのが常套手段になってますけれども、そりゃですね電網講師とは懇意にしてますとは言わんわな。工事かな。人相や目つきについての意見が多かったんですけど、これ言った時のですね河野の様子が
よっぽどおかしかったんですかね。スパイ太郎、スパイとしては三流以下では表情に出ちゃうんでは。私の裁判で今まで集めたですね、河野一族が中共の犬であると考えるに至った根拠を裁判所に山ほど出しますんでご期待ください。刑事事件じゃなくて民事なんで事実を明らかにする必要はなく、裁判官がですね、これじゃ河野が中共の犬と思っても当然だよねって思えば勝利。そしてそれは有権者も同様で、刑事事件じゃないんだから、政治なんだから、白黒はっきりしなくてもね、茅ヶ崎平塚の有権者がなんとなく河野一族でスパイクせえって思えば落選しますんでね、政治なんで、白黒はっきりする必要はない。そう思われたら河野の負けであります。訪米中の岸田総理、アーリントン墓地で喧嘩、靖国神社には行かねえくせにと非難豪豪。何やっても何言っても人をイライラさせる稀有な才能がありますね、岸田総理。世論です。靖国には行かないくせに、自国の靖国には行かず、アメリカには行く偽善、腰抜けかすめがね、帰ってこなくていいぞ。海外のケツを舐めるだけのばらまき土下座やろひですごい言われるような、靖国参拝はできず、自国の兵隊や民衆を殺した敵国兵士の墓参りをする植民地の代表、靖国の英霊無視してよういけるな、どんだけ日本人が嫌いなのこいつ、こんなやつが総理大臣とか、選挙最強の安倍総理ですら参拝できず玉串料、納めるだけだったのは、まあ、周囲の自民党議員のせいですよね。へたれのことなかれ精神でテレビ新聞が騒いで面倒だから行かないでって、多くの自民党議員が安倍総理を止めたんでしょうね。多くの自民党議員の望みはですね、仕事せず叩かれず議員でいること、給料をもらい続けること。仕事すれば政治だから必ず叩かれっから、なるべく何もしたくないっていうのが本音でしょう、どうせ。靖国神社の所有者は実は天皇陛下であります。なので、参拝と呼ばず、天皇陛下の場合はご心配って、呼びます。天皇陛下の土地に天皇陛下が行けないなんて不自然なこと、何十年も放置してんのが自民党ですよ。総理が堂々と参拝できるようにならないと陛下もご心配できないんだから、早く行けっての。まあ岸田じゃ無理ですけどね。任期もね、岸田が総理に、ね、あるのも今年9月までだもんな。あと5ヶ月ぐらいですか。それで岸田は総理辞めると。その他のニュース、年金負担額値上げ、4月1日から年額5520円の負担増、来年はさらに6360円の負担増で、合計約1万2000円、程度の値上げになります。自民党公明党のせいで実質税負担率は上がる一方、すまんなおっさんたちが情けなくて、若者たちに申し訳なくて、しゃあないっすよ私は。全国自治体が介護保険料を値上げ、半数近くが月額6500円以上となりました。一番値上げが多いのは大阪市で、月額1155円の値上げ、すっと年額1万5000円ぐらい上がっちゃったのが、次が千葉市で900円、900円ってことは1万800円、1万800円上がっちゃいました。福岡市670円の順、自民党公明党のせいで実質税負担率は上がる一方、すまんなおっさんたちが情けないせいで、若者たちに申し訳ないであります。静岡県川勝知事が辞表を提出、本当やめたんだ。報道陣の前で細川ガラシャの辞世の句、散りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ人も人なれを読み上げ、なんだこいつキモすぎると話題になっておりました。時知りてこそって言うけど、引くべき時が分からず悪あがきしてたから引きずり下ろされたんですよね、この人ね。本当にパヨって自分のことが分かってないんだな。自衛隊なくせば戦争にならないなんてほざいて、現実認識能力も皆無だしね。何それって、なんだその消防署なくせば火事がなくなるみたいな理屈は、そんなわけある、そんなわけねえだろうがって考えても分かんねえんだな、あいつらバカだから。昨年5月に長野県中野市で起きた4人殺害事件、あったなあ、なんか、議員の息子がなんかでしたよね、これ。取材中だった朝日新聞記者53歳が犯人宅敷地に不法侵入していたとして起訴されました。一旦警察に追い出されたが、再度侵入したっていう確信犯、容疑者宅だとは知らなかった。
じゃあ誰の家だと思って不法侵入したんだよ。そっちの方が怖えわ、全然反省してなさそうだしね。再度戻ってきて、侵入したんだから知ってただろう、嘘つくんじゃねえよ、優しい NHK 記者の名前を報道せずと、自らの商品であるですね情報を自ら毀損する唯一の業界が日本のマスゴミであります。自動車メーカーは自分の製品の自動車わざと毀損しねえし、食品メーカーは自分の商品の食品をわざと毀損しねえし、傷つけないし、薬メーカーもどこもそう、わざわざ自分の商品をわざと自ら毀損する唯一の業界がマスゴミですよ。まあこれは日本に限ったわけではないかもしれませんけれどもね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。